昔から少しの PR の雑誌デザインを手がけられている方でして、貴重な後ろ姿をなんか皆さんにご紹介できましたね。今日はアフタヌーンティーセット1、2枚を注文いたしました。社員の紹介です。前回お邪魔した杉本さんの休日を垣間見れるということで、日本橋三越本店で待ち合わせしてます。杉本さん、こんばんは。こんばんは。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。なんかすごいところで待ち合わせですね。すごいですよね。ここの天女像ができてから50年以上経っていて、はい、この文化財に引き継いでいるそうです。おー、そうなんですね。なんか美術にお詳しそうですね。はい、私幼い頃から美術やデザイン、アート、映画、文学まで芸術がとっても好きでして、はい、大学でも美学や美術史学を専攻しておりました。それで今日はここに何しにいらっしゃったんですか？はい、今日本橋三越本店では建物の変遷をテーマにした三越アーカイブス日本橋という展示をしておりまして、今回ちょうどその展示物が変わったということで見に参りました。うん、来たかったんですね。ずっと来たかったんです。なるほど。伊勢丹に勤めてながら三越にもよく来るんですか？はい、三越がとても大好きなので、はい、よく休みの日はお買い物にも来てます。はい、そうなんですか。じゃあ私にもちょっと教えてください。はい、ぜひぜひ。はい、じゃあ早速見に行ってみましょうか。はい、行ってもらいましょう。はい、お願いいたします。はい、中央ホールの上にやってまいりました。はい、早速見てみましょうか。はい、行ってまいりましょう。あ、震災の震災乗り越えてもらったものがあるんですね。そうですね。貴重な標識とかもありますね。それであれですか、就業の時間とか、はい、開店の時間をお知らせしたみたいですね。へえ、面白い。あ、杉浦平水さんの作品が。好きなんですか？はい、私この方の作品すごく好きなんですけれども、昔から三越の PR の冊子のデザインを手がけられてた方でして、はい、やっぱこのアール・ヌーボーの影響を感じられるこの柔らかな曲線がすごく見てると癒されます。あ、やっぱり美術美学史学専攻そうなんです。好きですね。あ、アマナイトがありました。おー、じゃないですか。はい、私これずっと探してて、日本橋三越にあるとは聞いてたんですけれども、はい、今日やっと見つけました。こんなところにあるなんて気づかないですよね。ちょっと感動しました。宝探しみたい。なんか偶然の発見と嬉しいですね。嬉しいです見に来た感がありました。他にもいろいろマップなんかもあります。当時の当時のマップ面白いですね。絵描きがとっても綺麗です。あ、このなんか三越っていう文字の順序ですとか、うん、この絵描きの絵の旧字体、あ、ね、すごく、ね、すごくレトロで個人的に好きなんですが、うん、なんかレトロながらも、うん、すごく新しいモダンのデザインなところが、うん、とっても素敵です。やっぱり見るところが違う。本当ですか？いや、欲しいです。コレクションしたいな。後ろもすごいです。あ、すごいですね。天皇の後ろすごいですね。うん、迫力だ。極楽町が上から下まで流れるように。皆さん、後ろからあまり見たことないんじゃないかしら。すごい絵だわ。ちょっと貴重な後ろ姿をなんか皆さんにご紹介できましたね。はい、ところで杉本さん、はい、何かハマっているものがあるって聞いたんですけど。そうなんです。大体展覧会に足を運んだ際に訪れる場所があるので、はい、ぜひご案内させていただければと思います。三越本店の中にあるんです、ね、そうなんです。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、ぜひ、はい、ご案内いたします。お願いします。杉本さん、こちらがよくいらっしゃるところなんですか？はい、日本橋三越本店の地下1階にあるジュリス・ティールームスさんにお邪魔しています。まあ、なんか目の前に素敵なお茶のセットがありますね。今日は何を頼まれたんですか？はい、今日はアフタヌーンティーセット1、2枚を注文いたしました。わー、ちょうど来ましたよ。ありがとうございます。美味しそうですね。はい、ケーキを説明させていただきます。はい、お願いします。はい、こちらがデイズカスタードタルトでございます。はい、
チケーキでございます。すこちらがベイクドチョコレートケーキです、はい、こちらスコーンです、はい、こちらがガラスに入っているものがイートンメスと言いまして、はい、生クリーム、モチメレンゲ、ベリー、ベリーソースのお菓子になっています、はい、こちら1段目がサンドイッチになるんですが、サーモン、チーズ、キュウリのサンドイッチでございま す, ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。いただきます。食べながらどうぞ。 ありがとうございます、はい、お茶も飲んでください。もうお預けじゃ後で恨まれちゃいますからねよくこちらには一人でいらっしゃったりするんですか？普段はあれです、あの大学の友人ですとか、うん、会社の同期と来ることが多いんですけれども、うん、まあ、このようなご時世なので今日は一人で来てしまいました。お茶をするきっかけになったのはどんなことなんですか？私の両親が2人ともフランスに造詣が深くって、うん、こういったお茶も大好きなんですけれども、うん、その影響でやはりフランス、ヨーロッパの文化が小さい頃からとても身近だったので、うん、そうしたところからアフタヌーンティーの魅力にハマっております。うん、まあ食べながらどうぞ。ありがとうございます。なんかお作法があるのかしら。1段目からやはりちゃんといただきます。1段目からがお作法なんですね、はい、手を使うのかと思いきやちゃんとここはちゃんとシルバーで離れた手つきなんかこのいつもこう食べられているのか、このセットでおすすめって好きなものとかでもいいですけど、ありますか？ジュリスさんはすごくこう英国式の伝統的なティーセットがとてもおすすめなんですけれども、うん、中でもこちらのスコーンがすごく手作りで丁寧に作られていて、はい、とても美味しいのでぜひ召し上がっていただきたいです。皆さんにも。あ、なんかそちらの脇にあるものをつけて食べようかしら。はい、こちらがジャムとクロテッドクリームをつけていただきます。他にもこちら以外にもいろんなところでお茶のお時間持たれるんですか？はい、そうですね、普段やはりホテルのラウンジに伺うことが多いです。はい、あ、そうですか。なんかかなりハマってるって伺ったとなると、結構足りてるんじゃないですか？学生時代の頃から毎月必ずどっかしらには出没しています。あ、すごいですね、なんかアフタヌーンティーの魅力っていうのはどういうところなんですか？はい、そうですね、やはりこの、まあ、もちろん味はそうなんですけれども、はい、やはりこのエレガントな見た目、まあ、ティーセットも含めてですとか、はいはい、あとこの空間もやはりとてもこだわったところが多いので、はい、このティールームもすごい素敵ですよね。そうなんですよ。今日は閉店間際に来たんでちょっと、はい、空いてる時間を利用してるんですけれど、ゆったりできそうですね。そうですね、静かにいただけそうです。環境にこだわるってことは、はい、ご自身のファッションとかもこのお茶の時間のこだわりみたいなのあるんですか？伺う場所がきちんとするところが多いので、はい、シャツを着ることが多くて、はい、お仕事の方がもしかしたらカジュアルで、普段の方がお休みの日の方がカッコもあるかもしれない。あ、すごい。この前そういえばニット着てらっしゃいましたもんね。今日すごいパリッとしたシャツ着てらっしゃいますね。お茶の手順を乗れるのでシャツで伺うことが多いです。いかにお茶に向き合ってるかっていうのがよくわかります。本気でお茶会に臨んでます今日はこの後こちらでゆっくり過ごされる感じですか？そうですね、写真を撮って、はい、やはりこのお茶の時間がすごくお仕事にもつながるなというふうに思っていて、やはりこう、なんですかね、上質なサービスや空間を味わうことで、すごくたくさんの学びや発見がありますし、それが成長にもつながりますし、お客様との話にもつながるので、ぜひ今回のお茶の時間もたくさんこう吸収してお仕事につなげられたらなというふうに思います。うわ、偉いですね。趣味の時間までお仕事に生きてるっていういい話を伺いました。ありがとうございます。はい、もう散々預け状態になって私怒られちゃうので、そろそろおいとましますが、ゆっくり食べてってください。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。皆さん、杉本さんの休日いかがでしたでしょうか？いいねと思ったら、ボタンを押せからチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではゆっくり楽しんでください。はい、いただきます。はい、さよなら。ありがとうございます。